夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。ゆえに信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、は、ここにわしは信長たるゆえをなさんがため武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを根から絶やせ。尾張の小大名であった織田信長は、その知略と圧倒的な武威により桶狭間で今川義元を破り、その名を世に知らしめた。信長はその後勝利を重ね、美濃、近江、越前を下し、中部近畿地方を掌握。さらに戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を打ち破り、戦国の覇者たるを知らしめんと投進、長篠の地で武田軍と対峙するのだった。戦いもがき滅ぶとよい。第1話、長篠の戦い。それが云々の望みなら。是非もなし。織田軍は武田上杉両軍を撃滅した。東方の抵抗勢力を倒し、京に帰還した信長は休む間もなく西方攻略に乗り出す。信長は本能寺に寄宿、秀吉を総督とする西国攻略軍に大軍を預け、さらに援軍として明智光秀を派遣する。だが明智軍が西に向かうことはなかった。謀反して本能寺へ押し寄せたからである。背き戦い生きるとよい。第5話、本能寺の変。それがうぬの望みなら。これがうぬの望みか。うぬは信長を憎むか。憎しみではありません。あなたを倒せねば望めぬことを望んだ。ならばここで信長を超えてみせよ。
なぜだ。ぬるいとお笑いになるがいい。だが、分かってしまったのです。信長様の天下を見たかったのは、誰よりも私であったと。私はこうなることを望んでいたのかもしれない。あなたにこの光秀の死を託して行けるのですから。信長様、死はこんなにも優しい。ですが、あなたは生を過酷に生きて。光秀、うぬの死など託され、死に意味などない。無価値だが、明智光秀という男の姓の証は、信長が背負うべき価値がある。